女性の男装、今ではコスプレで男性キャラに扮する女性も多い。現代は多様性だ。日常生活でもそういった格好を好む人は多くなった気がするぜ。だが時代が違えばその意味はまた変わってくるのかもしれない。今回紹介するキャラはファイナルファンタジー5に登場するファリス・シェルビッツだぜ。クリスタルが世界を支え、そのクリスタルに異常が起き始める。それを阻止するために光の戦士が集まって、だったかな。本作はジョブシステムとアビリティがあって、キャラ固有の能力や職業はなくなったが、自由度が高く、戦略の幅も広がった名作なんだぜ。ファリスは海賊の頭で荒々しい海の男たちを束ねているんだが、その正体は女性で海賊という立場上舐められないために男装していて、初めはバッツやガラフも女性だと気づかず、そのあまりにも美しい容姿の寝顔にドキドキしちゃうシーンがあるほどなんだ。幼少期に船から落ちたところを助けられ、そのまま育てられた過去があるんだが、実は大空王国第一王女でレナのお姉さんだったんだ。本名はサリサ・シュビール・タイクーンで、海に落ちた際、幼さと海で体が冷え切ってしまい、舌がうまく回らず、海賊に名を尋ねられた時に、ファリファと言ったために、ファリスと呼ばれるようになった、いきさつもあるんだぜ。海流シルドラを手名付けたり、海賊の頭として慕われている様子から、王族の適性やカリスマ性は高く、その美しい容姿は、キャラクター原案でも王子様、そのものなんだぜ。バッツたちと旅をする中で、シルドラとの種族を超えた友情と、その最後に私含めて心が震えたプレイヤーはたくさんいると思う。トルナウンガのカーラボス、水のクリスタルが破壊された後、ファリスのピンチを救ったあの伝説シーン。死してなおファリスを慕い、力になるシルドラとファリスの熱い友情にはゲームとか関係なく感動したぜ。城での生活は性に合わない。ファリスは魅力たっぷりで、個人的には魔法剣士が一番似合っていて可愛いと思うから、ぜひジョブチェンジしてほしいぜ。シルドラー、信者やだー。最後までご視聴ありがとうございました。